チャールズ・エルミー・フランカテリー。チャールズ・エルミー・フランカテリー。チャールズ・エルム・フランケテリー1805年から1876年は、ビクトリア朝のイングランドの著名な料理人である。1805年に、ロンドンでイタリア系イングランド人の家系に生まれた、フランカテリーは、フランスで教育を受け、パリの料理カレッジで料理を学んだ。彼はフランスで、オートキュージーヌ。 高級フランス料理の大屋のアントナンカレー村の下で働き、シェフパティシエとしての技能を身につけた。イングランドに戻ると、フランカテリは、チェスターフィールド博、エロール博など様々な貴族の料理人を務めた後、1839年に、ロンドンのセントジェームズ通りにあった、上流階級の社交クラブ、クロックフォードクラブのシェフ兼支配人となった。そのポストは、 当時ヨーロッパ最高のシェフの一人であるとの評判だったルイ・ウスターシュ・ユード、ルイ・ウスタシュでが報酬問題で揉めて辞任したために開いたポストだった。クロックフォードクラブでフランカテリは間もなくイギリス王室の執事の目に留まり、1841年にビクトリア城を直属の料理長研究次長として抜擢されウィンザーで働くこととなった。しかし、 彼はわずか一年間しか王室に使えなかった。その理由としては、ビクトリア女王がフランス料理を好まなかったとも、アルバートオハイが税を尽くした料理を好まなかったとも、言われていが、実際にどうだったのかは明らかにされていない。いずれの理由にせよ、1842年にフランカテリはわずか一年間使えただけで、王室料理長の職を辞した。王室料理長の職を辞した後、 フランカテリーは、ロンドンピカデリーの高級社交クラブ、コベントリーハウスクラブのシェフ権支配人となる。なお、この社交クラブは、その後1869年に、セントジェームズクラブに改称し、ロンドンの最高級紳士クラブの一つとして、社交界にその名を知られる存在になる。1854年にフランカテリーは、 当時ロンドン最高のシェフと評判されていたアレクシス・ソイエの料理長に寄与される。ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンのイングランド人社会学者のスティーブン・メネルは中世から現代までの英物の食文化を考察した著書の中で19世紀半ば頃にイングランドで最も名声が高かった料理人はアレクシス・ソイエとチャールズ・エル・ミー・フランカテリの二人であると述べている。また、 当時リフォームクラブの会員で彼らと交流があった、スコットランド人作家、ジャーナリストのチャールズ・マッケイは、自らの回顧録の中で、ソイエを活気に溢れるが、神経質、上品ではないが頭が良い、芸術家肌のフランス人、フランカテリを料理人として、ソイエより上だとは言い切れないが、社会的地位が高く教養があり、礼儀正しく、紳士的なイタリア人とある意味で、 対照的な人物表を残している。ユードやソイエ英のように腕はピカイチだが,が扱いにくいシェフに、コリが社交クラブ経営には、フランカテリは後釜として最適な人材に見える紳士だったようである。しかし、フランカテリはリフォームクラブで7年官僚理長を務めた後に解雇される。マッケイによると、彼がリフォームクラブを解雇された原因は、 彼の料理人としての腕ではなく取締役への態度にあり、店のオーナーであるかのように振る舞うようになった。フランカテリを取締役会が追い出したが、名声が高い彼はすぐに次の良い仕事を見つけたということで、すでに名声を確立し、料理人として、ヒクテスータのフランカテリは、彼を煙りたがるオーナーに解雇されても、金銭的に困るような状況では来なかったようである。 その後、フランカテリーは1863年から1870年まで、ロンドン、ピカテリーのバークレー通りにあった高級ホテルの、セントジェームズホテルのシェフ兼支配人を務めた後、ロンドンのグレートクイーン通りにあった高級レストラン、フリーメーソンズタバーンのシェフ兼支配人を1876年まで、務め、同年8月10日にイーストボーンで亡くなった。当時、彼の死を悼んで、 イギリスの新聞タイムズは、結出したシェフの表題の死亡記事を掲載した。なお、フランカテリ没後に生まれた彼の十枚のローラ・メーベル、フランカテリ、1880年から1967年は、豪華客船タイタニックの沈没事故の生存者の一人で、ある。彼女は有名なファッションデザイナーのダフ、ゴードン夫人の秘書として、タイタニックに同行していた。当時、ダフ、 ゴードン夫人は、ローラの妹のフィリス・フランカテリも、モデルとして雇っていた。フランカテリは、口のこえた、王公貴族を料理で楽しませるにたるだけの華やかな、経験や洗練された技術を持っていたが、簡素な料理をこよなく愛しその普及に尽くした。彼の最初の著書、現代の料理人は、評判の高い彼の贅沢な料理のレシピの一部を、一般の手の届くように工夫。 簡素化したものを盛り込んだ本である。ただし、全般的な内容は、本質的には、彼が、フランスで学んだ、オートキュージーヌの様式に基礎を置く、高級フランス料理であり、例えば冒頭は104種類のソースのレシピの、体系的な紹介から解き起こさている。本書は1845年に、イギリス、翌1846年に、アメリカ合衆国で出版されると、 大西洋の両岸で大いに世間の好評を博し、二十九藩を重ねる定番書となった。フランカテリは、イギリスの有名な貴族や教振たちに豪華で手の込んだ料理を日々提供する一方で、料理においては倹約家としても知られていた。彼が述べた、毎日ロンドンで捨てられる食べ物だけで千件の家族が、 食べていけるという言葉は、彼の倹約かぶりを象徴する言葉としてよく引き合いに出される。このような倹約主義的な考え方に沿って、フランカ・テリは労働者階級にとって実用的価値がある情報を収載した、労働者階級のための気取らない、料理の本を1852年に出版した。彼はその中で牛足のスープ、バブルスクイーク。 牛肉とキャベツなどの残り物野菜の炒め物、羊もつ、鶏のプディングなどの経済的で気が利いた料理をいくつも紹介した。その後、1861年にフランカ・テリが出版したのが、イギリス内外の料理に関する実践的な手引き書きである、料理人の手引きと家政婦、羊の案内である。本書は、多数のレシピのほか、ワインの出し方、病人食の調理法、 食通向けのサラダ、健康飲料、酒を含むアメリカの飲み物などについても紹介しており、英米の多くの家庭でザウの書として重宝されることとなった。フランカテリの四冊目にして、最後の料理書は、菓子製造の技法について書いた、大英帝国と海外の菓子の本である。彼は1862年に出版した本書で、凝った芸術的な菓子の作り方、果物、 果肉、果汁の保存法、ジャムゼリーシロップの作り方、酒、飲み物の作り方、デザートケーキ、パン、キャンディー、ボンボン、コンフィット、ドライフルーツナッツ入りの糖化、エッセンス、コーディアル、ノンアルコール果汁飲料の作り方、そして流行のデザートの経済的な作り方などを紹介している。このように、フランカテリはフランスで身につけた料理に関する高度な技能を、 卓越した料理人として、王侯貴族など富裕な上流階級に高価な料理を、共するためだけに活用するにとどめず、一般市民に利用しやすいよう創意工夫した著作を、出版して広く、知識を共有し、宣伝された、料理文化の英米の中産階級及び、労働者階級への普及に、大きな影響を与えた人物としても、歴史にその名を、残多。あ、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。